新幹線が発着する新潟駅は今も SL 列車の出発駅なのです。その行き先はというと、福島県の会津若松駅。この SL 磐越物語号と名付けられた SL 快速列車は、東日本大震災後の今も観光客を福島県へ力強く運んでいます。出発前の新潟駅のホームでは、人気の運転席での記念撮影の長い行列ができていました。列車を牽引する SL は貴婦人と呼ばれる C57 型蒸気機関車で、黒とゴールド、シルバーで磨き上げられた SL の機能美は芸術作品並みの美しさなのです。いよいよ朝9時43分、SL 磐越物語号は約4時間の道のりの福島県会津若松へ向けて新潟を出発します。SL 列車は途中、かつての鉄道の町新津駅から進路を変えて磐越西線へと入ります。しばしの新津駅の停車時間には、ホームで SL グッズやおいしい駅弁販売が人気の的となっています。やはり汽車の旅の醍醐味と楽しみってこんなところにありますよね。新津駅を発車すると、しばらくは車窓に新潟の穀倉地帯の田園風景が続きます。この SL 磐越物語号に乗ると、乗車記念証が乗客全員にもらえるのです。崎花駅を過ぎるあたりから列車は阿賀野川に沿って次第に山間部へと入っていきます。最初の長時間停車駅は新潟県内の津川駅です。 SL はこの少し長めの停車時間を利用して、この先に待ち構える峠道に備えて給水作業や念入りな点検作業が行われます。津川駅を発車して SL 列車は満々と水をたたえる阿賀野川上流へ進み、福島県側へと入っていきます。県境を過ぎるあたりで、車内では SL ピンバッジが当たるじゃんけんぽん大会が始まります。この列車内でいろいろなイベントが乗客を楽しませてくれるのです。ここで汽車旅の最大の楽しみの駅弁タイムです。竹かごの昔ながらの弁当箱が懐かしいです。もちろん竹かごは記念にお持ち帰りとなりました。列車はいくつもの峠と阿賀野川にかかる鉄橋を越え、福島県のさらに山間部へと入っていきます。この頃には前から4両目に連結されている展望車、いわゆるサロンカーではバルーンアートのイベントが行われていました。子どもたちが楽しそうです。
最後の長時間停車駅は大和駅。ここでも再度給水作業やラストスパートへ備えての点検作業が行われます。機関車は特に長距離長時間を走ってきたので足回りの点検は念入りに行います。大和の鉄橋を渡ってから今度は今までの上り坂とは逆に列車は奥会津の山間部から会津の平野部に軽快に下っていきます。ほどなくラーメンと蔵の町で有名な喜多方駅に到着です。喜多方は水と良い米どころでもあることから地元日本酒の蔵元大和川酒造さんの酒蔵北方風土館の見学とお酒の試飲もできます。 SL 列車は喜多方駅を出ると名峰会津磐梯山を車窓左手に見ながら約4時間の旅を終え終着駅会津若松駅に到着します。 SL C57 型蒸気機関車貴婦人はまた新潟までの袋に備え方向転換と点検のために会津若松機関区でしばしの休息となります。会津若松は名所や史跡も多くこれらを効率よく回れるレトロな周遊バスハイカラ3号が会津若松駅前から発着していて大変便利です。やはり会津若松市内の史跡の一番人気はその姿が鶴のように優雅に見えることから鶴ヶ城と呼ばれる会津若松城です。その次の人気スポットは幕末の戊辰戦争で勇敢に戦った若武者たち白虎隊の御霊が今も眠る飯盛山です。それから会津若松から分かれる奥会津の景勝地を走る只見線沿線には数多くの温泉場がありそんな温泉巡りも福島県会津地方の旅の楽しみの一つなのです。ぜひあなたもこんな素敵な福島県会津地方の旅を SL 磐越物語号で出かけませんか。そして福島県の一刻も早い復興の応援をよろしくお願いします。